MBB-505 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 MB は、西ドイツ、シュトゥットガルトのベルコー社で開発された小型の総発、多用途ヘリコプターである。生産は、メッサー・シュミット・ベルコーブロー無社時代に始まり、同社は1991年にユーロコプター社になった。ユーロコプター社は、ボ105の生産を2001年まで続け、その後は、 EC135 がこれに変わった。1 0 5 a は1967年2月16日に、西ドイツのオットブルンで、MBB 社のテストパイロットビルフリートホンエンゲルハルトの操縦で、初飛行を行った。西ドイツ民間航空局は1970年10月13日に、1 0 5に、形式認証を与え、その後間もなく、ドイツ国内の民間と、 法執行機関向けの生産が始まった。アメリカ合衆国からの注文に応じて、より安全基準の厳しい FA a の形式認証が1972年4月に取得された。1972年に 505C が開発され、ドイツ連邦国防省はこのモデルを、軽観測ヘリコプターに選定し1977年に100機を購入した。ほぼ同じ頃に、 西ドイツ陸軍は、ホット対戦車ミサイルを装備した、1 0 5パマイナス1という名称の対戦車専門の機種を調達した。結局、総計212機の1 0 5が納入された。1976年により高出力のアリソン 250C20 バイトエンジンを搭載した、1 0 5 c b が開発され、さらにこの機種から、 アメリカ市場での救命救急医療活動の要求に合致するように胴体を10インチ延長した1 0 5 c b s が開発された。この機種はアメリカでは1 0 5ツインジェットとして知られるようになった。1984年には1 0 5 c b s の胴体を拡大し、 より高出力のアリソン 250C28C エンジンを搭載することにより最大リリーク重量を増大した1 0 5 l s が開発された。2001年に1406機が生産された後で1 0 5の生産は終了し、より近代的なユーロコプター EC135 に取って代わられた。1 0 5は民間市場に投入された初めての 小型双発ヘリコプターであり、洋上での運用と同様に、地方自治体での運用に広く浸透した。1 0 5は無関節型の複合材製4枚ブレードのメインローターにより高い運動性を持っており、レッドブル USA で宣伝活動のために使用されていた。1 0 5 c b s は、宙返り、横転、インメルマンターンなどの通常は、 固定翼機のみが実施できると考えられていた高い運動性を見せ完全な極技飛行を行った。油圧計、電気計、燃料計、潤滑油計などすべての重要装備は完全な冗長性を持つように設計されている。西ドイツ陸軍で使用された発生型は 505P と 505M。西ドイツ陸軍のパマイナス1機体左右のチューブに ホット対戦車ミサイルを装備する、メキシコ海軍機標的艦コノリーを攻撃する、メキシコ海軍機ラップヘリコプテロスロシアの MBB 母 -105、ヘリロシア2008にて、カナダ沿岸警備隊機東北エアサービスのボ105、10 CBS-4。ありがとうございます。